一人称は花道くんです。ちょっと話してみたいなと思ってたけど、さっき誘いに行って、ああだから今誘いました。いや、ありがとう。でも俺もチルム見てて、うん、期待したいなと思った。ほんまに？ほんまに二人だけ？今んとこ二人。え、マジ？うん、花道くん来ると思ってて、でも来なかったんで、なんか夜まで会えないのでちょっと不安と寂しいっていう気持ちです。まだ全然さ、喋ったことなかったっけん、意識してほしいかも。知らん？いっせーので。よかったね。花道くんお願いします。お願いします。やばい、やすごい、やばい。なんか今日ちょっとね、寂しかった。いや、って照れるなこれ。講師のドキドキと花道くんとドキドキがあるから、もうドキドキしてるちゃいます。俺も結構したやばい、結構ドキドキした。多分気になっとうじゃなくて好きになっとうかもしらんの。恥ずかしいんやけど、多分もう好きなんよ花道くんのことが。そう、今一番気になってんのが水木で。キュッキュッ、やばいの、あ、そのショーとさ、手つないでるの失踪したしちゃったんだよね、今考えると。つなぐ、うわ、やばい。でもえ、出させていいですか。うん、レイちゃん一緒にいな。一番誘いたかった。いっせーので。うわぁ、レイちゃん。みひろくんお願いします。頑張ってね。いらっしゃい、いらっしゃい。でまさか呼ばれると思ってなかったから、うん、分からんけど、今はみひろくんの方が上。どうすか、どうすか。そっちが気になる、なってる、わからんもん。ちょっと待って。自分は好きやから。これだけはみんな手を伝えようかなって。ありがとうございます。誰じゃ。はい、一人です。いいか、ん？だ、一人っす。一人です。もういいや。やばい。みひろはなんか一緒におったら落ち着くし、ドキドキするし、だけど。最後まで悩んだ結果、私は花道くんのおかげでめっちゃいい夏の思い出になりました。この旅で終わりじゃなくて、これからもずっと一緒にいたいです。そう、これは付いてるな。じゃら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 。おそろいっぱい買ったからね。そうだ。抜いた。ありがとう。ありがとう。え、なんかさ、最後やん。最後。やばいわ、焦ってるかもしれない。何？そう。え、なんかさ、思い出振りからん。いいよ。めっちゃ楽しかったよね、マジ。え、
初めて彼氏した時いつやったっけ？通常、なんかね、車誘ってくれよって、で、そっから、うん、マーライオンのとこ、そう、マーライオンのとこあんま映らんかったんよね、初めの方ね。ね、いいやん、ね、これマジ嬉しかったかもしれない。ほんま？うん、嬉しかった、楽しかったね。うん、マジ楽しかった。今はっていうか、ずっと気になってるからって感じ。うん、なんかね、伝えることは伝えたからさ、うん、今日何言えばいいか分からんかったけど、ひるまさんぐらいかな。ありがとう。え、さ、なんかさ、うち、ん、船あるやん。ある。え、写真撮らん？撮ろう。え、船好きなんやん。船大好きやから。一緒乗ったやつやしね。え、そう撮りたかったんや。そっち撮る？あ、撮ってもらってもいい？うん。はい、チーズ。ありがとう。こちらこそや。ありがとう、ほんまに。だからさ、うん、まだ迷っとんのよ、うんうん、正直言ってね、うん、いいと思う、迷うことは。だから今度通所で、うん、決めようと思った。思ったの。いいやん、迷って。うん、いやでも迷いすぎかなって。なんで？いいと思うよ、もう。いいと思う、うん、いっぱいさ、考えてくれる方がいいやん。うん、考える。考えていっぱい、うん、それでね、考えるの。決めてくれたら嬉しい、うん、決めるわ。楽しかった。うん、楽しい。俺も楽しかった、めっちゃ。ほんまに？けどね、ちょっと不安やったんよ、うん、もうだからまあ。なんて言ったらいいか分からないねんけど、うん、まあ頑張って伝えたので受け取ってください。受け取ります。ちゃんと考える。うん、考えて、いっぱい、はい、最後まで考えます。うん、本当に。はい、お願いします。はい、ありがとう。うん、最後までどっちなんだろうな。分からへんからな。全然分からない。本当にずっと悩みすぎてるな。緊張してる。みひろ、ここで決めないと。言ってね。いやもう終わるね。早くない？早い。何一番楽しかった？最初、赤い花。ああ。君は観覧車。ほんまに？うん。夜景さ、一緒に見れたのが嬉しかった。そうなん。うん、あ、これありがとうね、つけてくれて。いいじゃろこれ。え、これ通してみて。こう使うんでしょ、多分。うん、使いやすい。うん、落ちんやん。あっちんやん。敵いいじゃろ。うん、似合ってる。え、この蝶々がいい。分かる。蝶々っぽい。うん、蝶々っぽい。蝶々好きそう。え、好き？うん、あ、好きやん。めっちゃ好き。あ、じゃあめっちゃいいじゃん。え、そうなんや。しかも赤も好き。あ、そうなの。あ、本当だ。赤好き。すげえ。いや、これ選んでよかった。選んだんじゃろ？選んだ。へぇ、な、緊張する。いや、で、なんかなかなか自分アピールすることがうまくできなくて、うん、昨日の夜、部屋でなんか考えてたらなんか自分、音楽好きって言ったじゃん。うんうん、で、なんかすごいいい曲があって、それを最後に二人で聞きたいんだけど。いや、聞く。うん、え、びっくり、歌うんかと思った。いや、自分歌さ、あんま上手くないからさ、ちょっと一緒に聞きたいんだけど。あ、イヤホン？そう。はい、こっち？こっちだろ。こっちだ。
何回だって告白をしよう、君が好きだって伝えよう、伝えよう、yeah. 1回目の告白は そう、これがすごい仲いいなと思って、うん、このなこれ嘘つきっていう人の一生分のラブレターっていう曲なんだけど、うん、この何回だって恋をしよう、うまく言えないけどっていう、なんかちょっと僕っぽいなみたいな。やっぱじゃなんかフル君もね、言っていない、言ってくれとるんよ、いろいろしてくれるし、時計最後まで考えて告白で決めます、ちゃんとお願いします。いいのか、これで。自分はレイが好きだから告白待ってます。言ってくれた。はい、待ってた。嬉しそう。笑わんでくれ。あ、嬉しそうだな。恥ずかしいっす。難しい。恥ずかしいっす。ほんまに素出せる。マジ？え、みほんマジ素だよ。え、信じてる？本当？ちょっと。ちょっと、ちょっとだけ。ちょっと信じてる。じゃあ行く？行こう。かわいい。いや、マジでよかった、これ選んで。かわいい。なんかでもいろんな愛情の伝え方あんねんな、うん、歌を聴かせるというヒロくんらしいですしね。そうやね、自分、無理してないというか、うん、確かに自分が好きになったみひろのまんまやってくれるのは嬉しい、うん、でも最後にテルにも言われてるって言ってたよ。言ってた。あれがちょっと気になんねんな。いろいろしてくれてみたいな話ありましたよね。そうそう、って言ってた。自分から告白することなんてありえないですから、こんな状況以外で。そうやな。だからなんかこう、なんか言っとかないと。そう、評価ヤッホー。ヤッホー。風強いね。風強いな。いや、もう最終日やね。最終日で目標告白だもんね、うん、女子からだから、うん、まあ、俺は待つことしかできないけど、うんうんうん、で俺も昨日気持ち伝えたからさ、今日はちょっと緩めに、なんていうの、緩めに。最終日でまあ話そうぜ、思い出話とか。うん。え、なんか翔は1日目からすごい話して、うん、日やっ
乗り合ったりしたじゃん、ね、だからすごい1日目楽しめたし、うん、バーベキューの時とかもすごい盛り上げてくれようとして、うん、すごく一緒にいて楽しかったし、うん、なんだろう、すごくめっちゃ楽しかった、うん、俺はめっちゃ楽しかった、楽しかった、ね、最高だった、本当にマジでゆずきのおかげだと思ってる、うん、楽しかった、なんか素で笑えたから、うん、めっちゃ楽しかった、あと絆創膏怪我した時すぐ貼ってくれたじゃん、あ本当に優しいと思ったうん、もう治ってきました。あ、よかった。ありがとう。よかった、それは。うん、ありがとうね。ね、で、バーベキューも一緒に肉焼いたりしたじゃん。うん。それで結構話せて俺も嬉しかったし、うん、あ、何よ、これも嬉しい、これめっちゃ嬉しいわ。これ。あ、キーホルダー。これ今でもめっちゃ大切にしてる。え、キティちゃん本当に好きだったから、うん、応援してくれたのも嬉しかったし。あ、マジ？うん、なんか嬉しいことたくさんしてくれるから、うん、めっちゃ楽しかった、ゆずき。もっとするよ、嬉しいこと、これからも。もっとするよ、俺、ね。たくさん思い出あるから。めっちゃたくさん思い出あるよね。ね、ショーと喋った思い出、過ごした思い出か、うん。過ごした思い出はたくさんあるし、もう全部楽しかったの。うん、本当に盛り上げてくれようとしたし。俺も全部楽しかったよ、マジで。でも、俺盛り上げようっていうかさ、なんていうの、なんか自然と、うん、自然と自分で楽しくなって、それで。うんめっちゃ盛り上がったよね、話しててめっちゃ楽しかったから、うん、俺が思い出に残ってることって言ったらもう全部ゆずきいるもん多分、うん、そういえばさ、昨日ちょっと待って、指見して指見して指絆創膏ふやけてね、うん、変えてあげる、変えるよ絆創膏、ありがとう、あ、ちょっと待ってね、大丈夫、そんな治ってる、あ、でも良くなったね、うん、良くなった、だから変えた方がいいかもな、でも一日しちゃってるし、でも大丈夫や、ありがとう、これ本当に勝負優しいよね、なんか絆創膏とかさ、キティちゃんよくわかったね、キティちゃんだよ、これありがとう、絶対わかんないなと思った、いや、わかるよ、絵下手だから、絵うまいわかる、これ自分で描いたの、ありがとう、キティちゃん誕生日一緒なんだよね、うん、キティちゃん誕生日一緒、11月1日覚えてます、え、俺の誕生日覚えてる6月、じゃあ9月の9月だよね、9月、20、20合ってるよね、20合ってる合ってる、6え、合ってる合ってる、合ってる26 、ちゃんと覚えてるじゃん、いや、あの誕生日は覚えるの得意です、人の、え、俺もめっちゃ覚えるよ、自分の彼女だったら絶対忘れない、うんうんありがとう、だから、うん、絆創膏とかも会ってくれたり、なんていうの、本当に優しいから、もう優しい、ありがとう、優しい、本当に本当に優しいよな、いや、マジ自分が幸せになれると思う方を選んでください、マジ俺がゆずきが幸せになってくれればそれが一番だから、まあ俺に来てほしいけど俺は絶対幸せにするけど、うん、後悔ないような決断をしてほしい、ありがとう、絶対不安な思いはさせないし、うん、毎日笑顔にするから、ぜひ告白来てほしいです、はい、真剣に悩みます、考えます、今回緩めか、しかもここまでショーはずっと頑張ってきた人ですし、ね、もうやれることはやったから最後に緩めにっていう、うん、そうやな、それがゆずきにどう刺さったか、だからあの押してダメなら引いてみろじゃないけど、ちょっとここで引いてみたよね、絆創膏に手書きのキティちゃんっていうのもショーらしいですよ ね、 そうね、手作りいや多分なかったか、シンガポールにドンキョーテなかったか、ドンキョーテがあったらショー何でもできんねんけど、ドンキョーテがないとやっぱ奇跡起こせないからなかったか、残念、シンガポールなかったんちゃうか、多分来てくれて、こちらこそや、やっほー、よいしょ、ありがとう、来てくれて、いやいや、こちらこそやもう今日告白やね、そう、やばいね、やばい、ほんまにやばい、ね、
もう絞った？まだ絞りきれてないっていうのは。そっか。そう、現状。そっかそっか。そう、もうなんか、うん、もう一人に絞ったんよ、花道くんに、うん、やっぱり2日目から結構喋るようになって、うん、通所もできたし、うん、昨日も通所して、やっぱり花道くんの方が気持ち的にはめっちゃ大きくって、そう、一見花道くん一人に絞って、私は花道くんに告白行こうと思ってます。ありがとうまだ迷っとるもんね。まだ迷っと、そうやな、多分、多分というか、私と付き合ったら絶対なんかこっちから言うのあれかもしれんけど、絶対幸せになるし、ずっと楽しいと思う。いいね初めて言った、こんな恥ずかしい、恥ずかしいけど、可愛い、めっちゃ嬉しい、それはめっちゃ好きですもう気になっとうじゃなくて、もう好きなんよ。わー、うん、はずはずいはずい、いや、俺もはずいよ、めちゃはずいけど、うん、ありがとう、うん、やばい、本当にもう、え、付き合ったら何したいと？俺？うん、俺もう夏休みやん、もう、うんうん、だから、もう夏休みの、なんだっけ、花火大会で尽くしたい。夏祭りみたいな、夏祭りとか、うん、花火大会とか、うん、もしたいし、うん、なにテーマパークも行きたいし、うん、あと、まあ、お家でゴロゴロもしたい、全部したい、なんか俺、確かに、もう今夏やけんね。そう、私も夏祭り行きたいっちゃうね。ほんまに？そう、浴衣着て行きたいね。わかるわ、わかる、めっちゃわかる、いいよね、浴衣いいやんね、ほんまに、ガチ浴衣着た、うん、夏、彼氏と2人で浴衣着て夏祭り行くのが夢なんよ、うん、そうやん、そう、そうなん、一見実現できるように頑張る、うん、そう、俺もしたいな、俺も最後まで考える、ちゃんと、うん、お願いします、うん、こちらこそ昨日ハイタッチしたやん、した、今日3回戦、3回すんの、うん、3回ハイタッチ、うん、なん3度目のあれみたいな、3度目の、そうええよ、いい、せーの、待って、分からん、に、私絶対告白行くけん、待っとってくださいやばい、恥ずかしいかわいいな、かわいい、いただきました、受け取りました、今のはキュンってくるわいや、俺も恥ずいわ、これは、すぐ外してしまった、マジでずっとこうしとこうかと思ったんですけど、やばい、恥ずかしかった、初めて男の子と手つないだ、ガチでありがとう、うん、絶対告白行くけん、待っとって、分かった、うん、じゃあ最後に考えるから、うん、お願いします、うん、行く？行こっか、行こ、やばい、緊張した、最下ハイタッチって何と思ったの俺手つなぎたかったけど、なんか手つなごうっていうのマジ恥ずいけん、全部ごまかしたかも刺さった。刺さったな、今の。ほんと幸せ。いいもの見た。幸せまで来た。あの照れてる感じはちょっとキュンと来たな。なんかノアちゃんと若ちゃんのこの雰囲気が対照で、ノアちゃんは結構大人っぽい魅力があって、若ちゃんはこう天真爛漫なピュアな魅力があって。こりゃたまらないですね、そりゃ迷うわ、そりゃ迷うよな、花道くんどうすんの、花道どうするんですかね、決めきれないよ、うん、お願いします、お願いします、今タイプの話してたんですよ、タイプなんですか、タイプはなんか見た目大人っぽくて、あとなんかセンター分けとかしてたり、うん、めっちゃうるさいんですよ、うるささに乗ってきてくれる子がいいなと思ったタイプは、でもなんかパーツがくっきりしてる人がいいかも、顔のパーツが、顔が濃い、そう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 、タイプ
は一緒にいて楽しい人、なんか大事だよね、本当にで王道の優しい人、そう、なんか優しさが滲み溢れてる人がタイプ笑いのツボが合う人が好きです。確かに結構笑うよね。笑うよね、笑いのじゃあ頑張りましょう。おー